一つの柳の木に果物の梨と瑠璃色の梨と書いて一つ柳リリ。今日は待ちに待った私立百合ヶ丘女学院の入学式。言わずと知れたリリー養成機関の名門中の名門。信じられますか？さあ、私リリーになるんです。ちょっと興奮しちゃいました。リリとリリーってなんか似てますよね。昔はよくからかわれたんだけど、それももう過去の話です。だからそうじゃなくて、リリーっていうのは50年ほど前に世界中に突如出現した人類の敵ヒュージに対抗するため残された最後の希望。私たちには生徒でありながらヒュージと戦うという使命があるんです。ヒュージっていうのは、あれがヒュージネスト。自分で見なくてはならないんですから。あら、ごきげんよう。え、あなたもう帰ってよろしくてよ。でも私今着いたばかりで。でも私、付き人は必要ないと申し上げたんでしたよ。付き人？違います。私はれっきとした百合ヶ丘女学院の新入生です。まあ袖振り合うも多少の縁と申しますし、私カエデジョアンヌーベルと申します。私は一つ柳リリです。ん、そう主張なさらなくてもリリーなのは分かっていますわ。だから名前がリリなんです。ああ、リリーのリリさんですか。生まれながらのリリーということですわね。いえ、思い立ったのは去年なんですけど。中等部以来お久しぶりです。ゆゆ様、何かご用ですか？遠藤さん、あらやと呼んでいただけませんか？そして入学のお祝いにチャームを交えていただきたいんです。やっと着いたと思ったら、何ですかあれ？大方血の気の多いリリーが上級生に絡んでいるんですよ。そんな、リリー同士でチャームを向け合うなんて。リリーと言ったって所詮は16、7の小娘ですから。あれは、白井ゆゆ様ですわ。ごきげんよう、リリさん。あらやのやつ、ゆゆ様に何やってんのよ。喧嘩売ってるんだよ、いっちゃん。止めます？ソラハ様、私は興味あるかな。じゃあ見てますか。あの、今のはカエデジョアン・ヌーベルさんでは？あの方は有名なチャームメーカーグランギニョルの総帥を父に持つ、ご自身も有能なリリーなんですよ。へえ。あっちの方は遠藤アラヤさん。
中東部時代からその名を馳せる実力派。もう一方のお方はどのレギオンにも属さない孤高のリリー、白井ゆゆ様。リリーに詳しいんだ。防衛省発行の官報をチェックしていればこのくらい。私歌川文って言います。さっきの様子だとヌーベルさん、ゆゆ様とシュッツエンゲルのちぎりでも結ぶつもりかもですね。シュッツエンゲルか。二川さんにもそういう憧れの方はいるの？お、海でいいよ。私みたいな補欠合格のヘッポコがシュッツエンゲルなんて。気にすることないよ。補欠なら私だって。あ、知ってます。一つ柳リリさん。リリでいいよ。ゆゆ様、おどきなさい。時間の無駄よ。ならその気になってもらいます。手加減はしないわよ。あら、怖い。ゾクゾクしちゃう。はーい、そこお待ちになって。私を差し置いて勝手なことなさらないでくださいます。何、あなた。お目にかかり光栄です。私、カエデジョアン・ヌーベルと申します。ユユ様にはいずれ私のシュッツエンゲルになっていただきたいと存じております。シャシャリ出てきて何のつもり。それとも、ユユ様の前座というわけ。上等ですわ。ダメだよ、楓さんまで。あれ、リリさん、いつの間に。なかなかすばしこいやつじゃの。邪魔じゃが、一歩間違えれば切られかねんぞ。ミリアム・ヒルデガルト・フォン。私の間合いに入ってくるなんて。リリー同士でいけませんよ。私のかっこいいところを邪魔なさらない。邪魔なのはあなたたちでしょ。いいわ、面倒だから3人まとめていらっしゃい。私まで。いえ、私はユユ様の味方なんですわ。もう私だけ見てください、ユユ様。遊んでいる場合ではありません。先ほど校内の研究施設から生体標本のヒュージが逃走したと報告が入りました。出動可能な皆さんには捕獲に協力していただきます。わかりました。待ちなさい、ユウさん。単独行動は禁じます。なぜです。このヒュージは周囲の環境に擬態するとの情報があります。必ずペアで行動してください。そうね、あなた、ユユさんと一緒に行きなさい。はい。必要ありません。アシテマトイです。あなたにはアシテマトイが必要でしょ。私の勝負。行くよ、ハロヤ。実戦経験のないものは退出へ。私もお供します。なんですって。お役に立ちたいんです。いらっしゃい。お待ちになってください。あら、私、一つ柳リリって言います。でも、あのお方はもっと優しい感じだった。まさかヒュージを捕まえに行ったりしてないよね。リリさんさえいなければユユ様と二人きりなのに。リリさんさえいなければ。すごい、これヒュージと戦った後ですか。学院自体が海から襲来するヒュージを積極的に誘引し、地形を利用した天然の要塞となることで周囲の市街地に被害が及ぶことを防いでいるんですわ。
何なんですのこの道は。切り通しといって千年ほど昔に作られた通路よ。はあ、歴史の勉強になりますわね。入学式の前からくたびれ果てましたわ。何にも出ませんね。もうちょっと奥まで行きますか。この辺りにはいないのではないですか。一つ柳さん、うわっ、出た。おどきなさいリリコ。あなた、チャームも使えないで一体何をなさるおつもりでしたの？ごめんなさい、私。いいえ。一つ柳さんをそこまでの初心者と見抜けなかった私の責任です。それはだからって自重すべきでしょう。あなたは少しの間周りの警戒をお願いします。え、はい。まだチャームとの契約を済ませていないのでしょう。略式だけど今してしまいます。はい。痛むでしょう。いえ、大丈夫です。ゆゆ様、私の血が。それでいいの。略式ということになっているけど、これが本来の形なの。指輪を通じてあなたの魔気がチャームに流れ込んでいるわ。魔気が来ましたわ。めくらましよ。これじゃあ私のかっこいいところをゆゆ様にお見せできないんですってば。チャームが起動するまで手を離さないで。はい。ゆゆ様、いつまで。その時になればわかる。待ってください。ゆゆ様。ユユ様、あのヒュージ、私たちの相打ちを狙った。まさかヒュージがそんな知恵を。一つ柳さんにお礼を言うべきね。え、一つ柳さんが私を止めなかったら、あなた今頃真っ二つになっていたところよ。あなた目はいいのね。田舎者なもんで視力には自信あります。やめてさ。
跡が残るわね。これで今日のこと忘れずに済みそうです。ゆゆ様、チャームを変えたんですね。私、2年前甲州撤退戦の時にゆゆ様に助けてもらったんです。怖いよゆゆちゃん。止まっちゃダメだよ、走って。この子たちを、お願い。あれがリリー。なんだろう、この光。あなた、まだ走れるでしょ。援軍がすぐそこまで来ているから、お友達を連れてまっすぐ泳ぎなさい。はい。さあ走ろう、リリーが守ってくれるから大丈夫だよ。ありがとう。ユリガオカのリリーだってことは分かっても、それ以上のことは分からなくて。まさかそれだけでここへ。はい。補欠ですけど。筋金入りの無鉄砲ね。こうしてすぐユユ様に会えて夢叶っちゃいました。けどユユ様、2年前にお会いした時よりもどこか。いえ、何でもありません。もう一人のリリーにもお礼を言わなくちゃ。やあやあやあ、二人ともごめんね。しょ、はじめまして。私はマシマモユ。標本にするはずだったヒュージをうっかり逃がしちゃって。まさか厚さ50センチのコンクリートを破るとは思わなかったわ。うかつなことね。予測は常に裏切られるものよ。私たちは楽な相手と戦ってるわけじゃない。そのためのリリーでしょ。もちろんユユとこの子には感謝はしているのよ。この子ではないわ、リリよ。ユユ様、わかっているわ。だからこうしてきたんでしょ。ああ、この言い方がいけないのよね。反省してます、ごめんなさい。楓さん、さっきは突き飛ばしちゃって。私、リリだけど。自分でも驚きですわ。信じていただきたいのですけれど、私そんなに軽い女じゃありませんのよ。すみません、ユユ様、私運命のお相手を見つけてしまいました。いいえ、お構いなく。うわの、そんな、え、入学式もう終わっちゃいましたね。誰もいません。入学式はこれからですよ。ふみちゃん、今日一番の功労者のためにって理事長代行が時間をずらしてくれたんです。おお、有名人。初陣でチャームと契約してヒュージを倒すとはやらかしよる。私は足を引っ張っただけですよ。そんなことありません、リリさんはご立派でしたわ。俺にもそう書いてあるがな。なんですそれ。私がすりました。週刊リリー新聞号外です。でも、なんでノーベルさんと腕組んでるんですか。これには深いわけでありますの。スリ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 。あれ、ユユ様、見届けなくてよかったのかい、入学式。私には関係ありませんから。関係あるさ。ユユも慕う側から慕われる側になったわけだ。月日の流れを実感するね。からかうのはやめてください。ユユにまだ可愛いところが残っていると分かって僕も嬉しいよ。